くれたまつわ千葉編。千葉といえば醤油工場。今日は工場見学に来たよ。醤油舐めたい。ダメだよ、売り物なんだから。そうだ、工場長に頼む。ちょうだい。ダメです。成功法じゃダメだ。絶対に醤油を手に入れるぞ。おう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 、やばい、バレた。逃げろ逃げろ。あーあーあへー。まったく、いい大人が何やってんの。ごめんなさい。くれたまつわ千葉編。パパ、潮干狩り行きたいな。よし、アサリを取りに木更津に行くか。それじゃ、取れたアサリで酒蒸しを作るわね。人がいっぱいだね。どこで掘ろうかな。うん、あっちの方は空いてるな。ぐでたま潮干狩りやってます。ぐでたま出たら大当たりだよ。面白そう。ぐでたまだ。大当たり。あれ、またぐでたま。こっちもだ。貝が一個も取れなかったよ。卵で酒蒸しはしないかな。チャンネル登録をしてね。そんな物好き。